広島東洋カープ対福岡ソフトバンクホークス、この一戦をお送りいたします。カープの先発は右の永井、対するホークスの先発は左の古谷、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。右の永井マウンドに上がりました。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターは本田、投球はこれから3球目。危ない球、第4球を投げた、打ちました、ファールボール、投げました、フォーク、空振り三振、低めの変化。0対0で迎える2回です。投球はこれから3球目、スライダー、空振り三振、長い3球で仕留めてみせました。次は4球目、投げました、低め、ボール。第5球、投げました、打ちました、ファール。第6球はストライク、見逃し三振、長いナイスピッチング。2回の表が終わってホークス無得点で終了です。0対0で迎える3回です。ノーアウトランナー1塁という場面で、あーっとショーフライになった、掴みました、送りバント失敗、これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。投げました、スライダー、見逃し三振、外角低めいっぱいに決まった。バッターは2番木所、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました、打ったいい当たりだ、アウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー茶谷残塁に終わりました。3回の表が終わって0対0、両チーム無得点です。0対0で迎える3回です。バッターは白浜、第9、真ん中ストライク、いきなり151キロ、投げた、ボール。第3球を投げた、3球目空振り、バッター追い込まれました。追い込んで投げた、ストレートはボール、インハイへ。第5球投げた、外角高め、外れてボール。投げた、打った、流し打ち、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。0対0で迎える4回です。ワンアウトランナー1塁という場面で江川、完全に外れた、ボール。第4球を投げました、148キロ直球、空振り三振。左バッターボックスは6番、第1打席はスイングアウトの三振に、見逃し三振。今日は冴え渡るピッチング。4回の表が終わって0対0、ホークス未だスコアボードは0のままです。0対0で迎える5回です。ノーアウトランナー1塁という場面で茶谷、最初のバッタータッチはアウト、盗塁を阻止しました。さあリプレイです。ワンアウトランナー1塁という場面で川瀬、第1打席はサードフライに倒れています。投球これから4球目、あーっとショーフライになった、ハードグラウンドで取りました、送りバント失敗、これでツーアウト、ランナーは1塁変わりません。第4球を投げました、決まってストライク、追い込んでから投げました、打ちました、ヒット、センター前ヒットになった、飛んだ、ナイスバッティングです。カープ先制のピンチを迎えます。バッターは2番木所、今日はショートゴロとセカンドゴロ、打ちました、庄司下がっていった、ワンバウンド、ヒット、センターからサードへ、この試合初の得点が入りました、1対0。では先制の場面映像でご覧いただきましょう。6回の裏、これからカープの攻撃に入ります。この回のトップバッターは白浜、最初のバッターボックスはファーストライナーに倒れています。1球目ストライクから投げました、2球目ストライク、バッター追い込まれました、追い込んで第3球を投げました、打った、痛烈な当たり、ダイレクトフェンスに当たった、レフトからセカンドへ、あっとランナー挟まれた、タッチしてアウト。では改めてリプレイをご覧いただきたい。カープ同点のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面で白浜、スラウはボール。第2球投げた、打ちました、ファーストの横、ベースカバーに入る、カジヤ取ってアウト。
同点で迎える9回です。ワンアウトランナー1塁という場面で茶谷、タッチセーフ。第3球アウトコース低めいっぱいストライク。第4球を投げた、打ちました。庄司掴んだ、アウト。カープピンチを迎えます。バッターは9番マサゴ。カープ一打負け越しのピンチを迎えています。打ちました。セカンドの頭上をフラフラっと上がっている。掴んでこれで3アウトになります。リプレイをご覧ください。9回の表が終わって2対2カープ同点に追いつかれています。カープ負け越しのピンチです。ワンアウトランナー2塁という場面で塚田投げた、ストレート見送ってストライク。第5球投げた、決まってストライク。第6球を投げた、結局フォアボール。さあこの勝負でゲームが決まってしまうか。カープ内野陣はゲッツー体制。投球はこれから3球目、低めストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球はカットボールはボール。第5球投げました、ボール。さあ6球目投げました、打った。第7球を投げました、カットボール、見逃し三振。先ほどのプレーです。バッターは指名打者江川。今日はここまで3打数ノーヒット2三振。第4球を投げました、ストレートはボール。さあ投球は5球目、膝元へズバッと決まって見逃し三振。さあリプレーです。山口見事に流れを断ち切りました。同点で迎える10回です。バッターは白浜。第1球アウトコース高め、ストライク。投球これから2球目、打ちました、ファールボール。追い込んでから投げました、打った、強い当たり、サヨナラか、入った、サヨナラホームラン、サヨナラホームラン、スタンドへ叩き込んだ、ストレートを完璧に捉えました。サヨナラ勝ち、カープ見事勝利を収めました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。